衝撃、後来眼は、2013年10月4日から12月27日まで、テレビ東京をはじめとして、TXN 各局他で放送された連続テレビ、特撮ドラマ。原作、総監督を、天宮慶太、脚本を、井上俊樹が務めるシニア特撮番組。ヒロインを、狂言回しとして、ナレーション役にし、ドタバタコメディを全面に押し出したシナリオで、 深夜放送を利用したセクシャルな表現やメタ表現を多用した突拍子もない展開を多用する。キャッチコピーは地球滅亡まであと100日。皆さん、そろそろ真面目にやってもらっていいですか人間界とは異なる世界超魔界に暮らす光つ人と呼ばれる超人たちの敬語将軍である号は影に,に呼ばれる罪を犯した光人を移送中。 巨大なマギーと呼ばれる怪物の攻撃にあって墜落してしまい気がついた時には人間界にいた。そんなゴーの姿を目撃してしまう普通の女子高生、カイ・ヒトミ。二人が出会った時ゴー、ヒトミ、そして地球の運命は超魔界から人間界にやってきた者たち。本来は全身を鎧で覆った姿だが、それでは人間界で活動しづらいので、 適当な人間の姿を借りて変化している。本来の姿の時は声にエフェクトがかかっている。妖精も便宜上この声に記載する。ありがとうございます。